はい、どうもメスです。今日はですね、マジで真面目な検証やっていきたいと思います。これ自分のリアタイオーダーなんですけれども、これね、見ていただくと分かる通り走力 B の選手がね結構多いんですよ。で、自分ねよくリアタイやるんですけれども、負けている状況、まあ 1-0 とかで仮に負けてるとして、一塁に走力が B の選手がいたとします。で、相手キャッチャーが古田さん、まあ肩が S でね、スルインが A で、こういう場面で盗塁ってこれ成功すんのかなみたいな。いや、盗塁してーな。いや、でも、アウトになったらどうしようみたいなシーンが結構あって、俺みたいに全然打てないね、ね、ほんと下手くそは、結構ね、その盗塁するかどうか悩むことが多くて、で、まあ、古田さんとかね、その肩がいい選手相手に、盗塁ってどの程度成功するのかとか、そもそもスタート時の、ノーマルからグレートまでのね、良さの判定があるじゃないですか。まあその割合とか、そういうのね、どうなってんのかなと思って気になって調べてみたんですけど、ないんですよ。じゃあね、じゃあもう今回俺調べるしかないじゃんということで、たまにはね、いつもネタばっかりなんですけれども、真面目に調べることにしました。まあ俺が調べた範囲ではなかった。まあもしかしたら調べてる人いるかもしれないですけど、一応なかったので今回ね、僕が調べていきたいと思います。でね、まあ細かく検証しようと思えば、まあ、走力の A を使ったパターンとか、走力ね、D の選手を使ったパターンとかですね、まあ、特殊能力で、盗塁があるなしを絡めたりとか、まあ、いろいろね、本当は盗塁一つ取っても、複合的な要素あるんですけど、ちょっとそこまでは無理なので、今日はシンプルに、走力 B の選手で、相手が古田さん、100回、まあ、二投ですね、して、何回成功するのかっていうのをね、シンプルに調べていきたいと思います。はい、ということでね、早速やっていこうと思うんですけども、やっていく前にね、ちょっとだけ細かく説明しますね。まず、ピッチャーのなんかモーションの違いで、成功率がね、変わるっぽいんですけども、すべてダルビッシュさんのど真ん中ストレートでいきたいと思います。で、サブアカと本アカでね、使ってサブアカの方で盗塁していきたいと思います。で、走者はサブアカで少しだけ育成した走力 B のムネさんを使います。はい。で、とりあえずね、まあ、スタートの、良さ、ノーマルナイス、グッド、グレートの、ちょっと100回の内訳が気になるので調べます。それが1点。あとですね、空振りの有無での成功率もあるじゃないですか。で、そこもちょっと気になるので、そこも要素として入れようと思います。最初の50回は空振りなし。で、もうあとの50回は空振りありで、合計100回っていう感じでね、やっていこうと思います。まあ、あとはね、いろいろね、細かく入れると、ちょっともうぐちゃぐちゃしちゃうと思ったんで、そこだけ、シンプルに、はい、やっていこうと思います。キャッチャーはね、もちろん古田さんで、やっていきたいと思うんで、はい、ということで、やっていきましょう。お願いします。さあ、ということで、やってまいりました。ここからサブアカの画面でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと画面の比率がおかしくなってるかもしれませんが、許してください。iPhone の方で、やっております。さあ、行くよ。一発目から盗塁かまします。で、最初、さっきも言った通りね、最初の50回は、空振りなしで、はい、やってみます。さあ、どうだ？ノーマル、はい、アウトー！はい、ということでね、じゃあ2回目やっていこうと思うんですけれども、はい。さ、これ思ったんだけど、なんか走力の良さで、こうなんか、ノーマルとか、またノーマルだ。なんかノーマルとかって変わるんすかね？どうなんだろう？なんかその、走力が高いほど、なんかグレートが出やすいとかあんのかな？まあ、いいや、ちょっとどんどんやっていきましょう。さあ、3回目、そろそろ成功してほしい！頼む！ナイスだ！いけ！わーということで、ちょっとあんまりダラダラ流してもいけないんで、がっつりね、ちょっとカットしていきたいと思います。一番最初の成功までカットしようか。さあ、6回目、そろそろ成功させたい！グレート来た！おー！ 6 回目で初成功！ナイス！はーい、どうもメスです。途中ですが皆さんにお知らせです。ね、毎回タスク切ってってやってるんですけど、疲れたわ。ちょっとこれ見てください。はい。深夜3時を過ぎました。深夜におじさんめちゃくちゃ頑張ってます。これ一発やって寝ようで、明日早起きして、ちょっと残りね70回やりたいと思います。はい、30回やっただけでも
はい、ナイスで、はい、ダメですね。オッケー。ちょっと今日はここまで。一旦、はい、翌日一回寝ます。はい、ということで皆さん、ついに来ました。50回目です。いや、マジでか。これで半分か。めちゃくちゃ時間かかる。絶望的な時間ですね。はい。じゃあ、ちょっととりあえず、この打席だけ、空振りなしで51回目から、空振りありバージョンでいきたいと思います。まあ、ちょっとね、100回割ったから、いろいろね、ちょっと結果を発表していきたいと思いますので、はい。じゃあ、記念すべき50回目だけ見よっか。はい、いきます。せーの、ドン!ナイス!さあ、成功しなかった!アウトしてたー!はい、ということで、記念すべき100回目です。ちょっとね、途中、録画がされてなかったので、説明できてないと思うんですけれども、50回目以降、あ、でも、あ、ちょっと待って、これなしにしよう。やべ!あ、しちゃった。あー、やり直し!はい、ということでね、喋っててちょっと空振り忘れちゃったんで、空振りして、100回目終わりたいと思います。はい。ということで、50回過ぎてから空振りちゃんとやってたよっていう話をね、はい、言いましたので、はい、ということで、ラストアウトでした。じゃあね、今からちょっと集計していきたいと思います。一旦カット。はい、ということでね、集計結果が出ましたので、もったいぶらずにね、発表していきたいと思います。キャッチャー、古田さん、走者、宗さん、100回中、盗塁が成功したのは、19回でした。はい、全体の 19% ですね。はい、盗塁成功率は 19% となりました。でですね、冒頭でも話した通り、空振りなしを前半50回、空振りなしを後半50回でやったんですけれども、空振りなしが、16%、50回中8回ですね。で、空振りありで成功したのは 22%。なので、あれだね、やっぱり公式でね、話がある通り、空振りありの方が若干、まあ、ほんと若干ですけど、確率は上がるっぽいですね。はい、でね、スタート4段階での成功割合も出したので、発表していきたいと思います。4段階あるうちの一番下、ノーマルですね。ノーマルの回数が100回中24回でした。で、そのうちの成功回数が0回。ノーマル24回全部失敗しました。で、次ね、次の段階でナイス。ナイスが27回ありました。成功回数が、これも0回。0回です。もうノーマルとナイスは、もう1回も成功しなかった。はい。で、次、グッドね。グッドの方が37回。成功回数が、7回でした。はい、100回中7回成功。成功確率は 18%。でですね、ここでちょっと面白いデータがありまして、空振りなしと空振りありバージョンでちょっと差が出まして、空振りなしの時に出たグッドの回数が21回だったんですけれども、こちらの方の成功回数が0回。はい。で、空振りありの場合、グッドが出た回数が16回だったんですけれども、そのうちの7回成功しました。はい。成功確率 44% ですね。はい。で、次ね、最後、グレートなんですけれども、これはね、空振りありなし関係なく、12回、全体100回中12回出て、12回成功しました。100%。うん。まあ、なので、空振りありの場合、やっぱりグッドが出れば、半分ぐらい成功する可能性が出てくる。空振りすれば。全体ね、通して、まあ、これで検証結果分かったわけですけれども、まあ、冒頭でも話した通りね、本当に、まあ、盗塁一つ取っても、まあ、そのね、キャッチャー、今回古田さん固定でやりましたけど、キャッチャーの能力も違うし、で、もちろんね、今回走力 B で、走力が70のね、宗さん使ったんですけど、同じ B でもね、多分70と79では全然違うんで、一概には言えないんですけれども、ひとまずね、この結果を踏まえて僕は、キャッチャー古田さんの場合、B ランクの走力の選手は、盗塁させないかな。うん。古田さんからね、B ランクの選手で盗塁を奪うのはマジの博打ですね。うん。全く成功しないとは言わないけど、結構な博打ということで。
いやー、疲れた。ということで、検証終わり。ありがとうございました。